日のキオ岳は、長野県駒ヶ根市と木曽郡大桑村にまたがる、標高2728メートルの山、木曽山脈木曽駒ヶ岳から宇津木岳の狩猟線の中間に位置する。木曽川の支流の稲川及び天竜川の支流の大田切川の源流となっている。山体は、木曽駒加工岩の中流加工線緑岩で構成され、周辺では、周辺では、周氷河地形と南側では、 戦場落ちの23両の地形が見られる。山頂付近は森林限界の廃末帯で高山植物が見られる。山頂には山東三角点がある。中央アルプス狩猟線の登山道を重走する際に通過する場合が多い。重走路の他に山頂から東に伸びる檜ノ根に沿って稲川の長野県道75号駒金、駒ヶ岳公園線の檜ノ橋へ下る。 ヒノキオネと残道がある。山頂直下東に、駒金根市が管理する、かまぼこ形状のヒノキオ避難小屋とそのトイレがある。中央アルプスの友人の山小屋は、完全予約制となっている。駒ヶ岳頂上山荘にのみ、キャンプ指定地がある。木曽山脈の主猟線上にあり、東側に、ヒノキオネが伸びる。西側の小州山から望む中央アルプス、木曽山脈の、 主な山は基礎山脈を参照。以下が源流となる河川で太平洋へ流れる。ありがとうございます。